鶴岡市立鴨茂水族館は山形県鶴岡市にある同県唯一かつ市立の水族館である。同館は旧鴨茂町の中心部に近い日本海に面した岬に立っている。愛称はクラゲドリーム館。クラゲの展示種類は50種類以上で2008年にはクラゲの繁殖等を受賞理由に小賀賞を受賞し2012年には種類数で ギネス世界記録に認定された。また、庄内地方沖に生息する約140種類の魚などを展示し、アシカショウやウミネコの絵付けショーも行っている。鴨港は、江戸時代、庄内藩、鶴岡城下の外交として繁栄した。明治以降の鉄道開通でその地位から転落する中、1930年に隣接する湯の浜温泉への鉄道開通を機に、 同温泉の組合が科目を配合地に当館を誕生させた。太平洋戦争中は国策の施設に転用され、戦後は県の学校の校舎に使われた。1956年に12年間の空白期間を経て水族館として復活し、集客力は高度経済成長後期の1967年度に21万7372人。 年度に達した。その後は長落し始め、バブル崩壊後の1997年度に92,183人、年度にまで落ち込んだ。90年近い当館の歴史において、組合、県、市、第三セクター、民間、市と経営母体が変遷し、その途中に営業休止も経験した。また、館長が、負債の個人担保をしてまで存続させたり、 市民からの寄付などの支援を受けて再開館したりと経営上の右与曲折も経ながらクラゲに特化した水族館として復活。今や50万人年度以上を集客する省内地方有数の観光地となった。広域集客装置として観光業界から注目を受けるのはもちろんクラゲの飼育、繁殖に関する高度なノウハウを持つ。このため、 海洋生物学研究者や世界の他の水族館からも注目を受けている。また、度重なる経営危機を乗り越えて大幅な業績回復を成し遂げたため経済界からも注目されており、経済史からの取材をたびたび受けている。鴨水族館大水槽、下村治が2008年、ノーベル化学賞を受賞すると、その受賞理由となった緑色蛍光タンパク質が、 オアンクラゲ由来であることも報道された。このことでオアンクラゲを飼育している同館が注目され、同館の入館者数が通常の1.5から2倍にまで増加した。同館で飼育されているオアンクラゲは自然界から採取した生態は発光するものの人工繁殖で世代交代させると発光しなくなっていた。そのことを聞いた下村が2008年10月24日に 直接同館に電話をし、セレンテラジンをエッサに混ぜれば、2週間で光ると、アドバイスをした。そして、下村の紹介で、三重大学大学院生物資源学研究科の教授、寺西勝林からセレンテラジンを譲り受け、発光実験に取り組んだ。2008年10月、アメリカ合衆国の音楽学校生の下川和美が、ピアノ曲、 ダンスオブザイッカリーを作曲して、下村に建曲したところ、2009年6月12日に、当館の BGM として推挙した。これを機に、当館に、下村のパネルコーナーが設置され、同局の BGM 仕様も開始された。2010年4月2日には下村が、初めて来館し、1日名誉館長を務めた。その後2011年3月に、 同館では来館した際の写真やおわんクラゲを用いた切手シートを発行30枚を下村に送った。翌4月にこのうちの15枚が鴨水族館に下村のサインが書かれて送られてきた。同年3月11日の東北地方太平洋沖地震で大きな被害を受けたマリンピア松島水族館にその一部と水かさクラゲ、花がさクラゲが送られた。 2012年9月22日から9月28日に採取したクラゲ数等が北半球で初採取のヤワクラゲ目ヤワラクラゲ科のオリエンタスと判明し2012年暮れに学会発表され奥泉和也副館長が八方ヤワラクラゲと命名した和名の由来を副館長は放射管が中央から八本伸びていることから末広がりの蜂とかけてと述べた 大きさは1センチメートル程度。鴨港を抱える鴨村は、江戸時代、庄内藩の鶴ヶ岡城下に、最も近い北前船の寄港地として繁栄し、城下とを結ぶ鴨坂峠は、鉄門海上人や、明治期になって、鉄流海上人あるいは、三島道すね、山形県令によって、道路の改修があり、現、鶴岡市中心部との間の交通利便性が図られ、鴨港には、 蒸気船も寄港して、鶴岡の外交の地位を維持した。また、1889年の町村政施行に、際しては、周辺五村と合併して、鴨村が発足し、翌年には調整を施行した。しかし、大正期に鶴岡駅が開業して、上越本線が整備されると、外交としての地位を失った。さらに高立山を挟んで町外れにある旧、 湯の浜村の湯の浜温泉2930年、鶴岡駅から将来電気鉄道、湯の浜線が開業するにあたり、鉄道が通らない鴨町中心部近くにおいて、鴨港の山形県水産試験場の隣接地に、山形県水族館が地元有志の水族館組合によって設立され、当館の端緒となった。戦時中に、水族館は廃止されて県二条とされ、 男子生少年の修練施設の海洋道場となり、戦後も山形県水産学校の仮校舎となっていたが、県から鴨町に建物が戻り、鶴岡市に編入合併された、翌年の1956年、10年以上の歳月を経て、鶴岡市立鴨水族館として、水族館が再開館した。高度経済成長期にあって、 東京オリンピックが開催された1964年、特別豪雪地帯の当地にあって、従前の冬季休館を余儀なくされていた状況を改善する目的で、通年営業ができる建物での新館が、休館から西側約500メートルの荒崎と呼ばれる岬に移転、開業。秋田県小賀水族館及び、新潟市立新潟水族館といった、 大型水族館が国道7号沿道かつ、上越本線沿線でどちらも鶴岡市から約150キロメートルの林県に開館した1967年、市の移行で湯の浜温泉一帯の観光開発を目的とする第3セクターの株式会社省内観光公社に売却され、省内浜鴨水族館となった。翌年度には入館者数が過去最高の 21万7372人となった。しかし、省内観光公社の湯の浜温泉地区にある他施設の経営失敗により、水族館の利益は他施設の赤字穴埋めに使われ、当館は1971年末をもって閉鎖、従業員も全員解雇された。自主的に残った元従業員4人が、自らの住居を担保にしたり、 生命保険を解約したりするなど金策をして、水族館の生き物の餌代などを捻出しては世話をしていた。その窮場が省内日報で伝えられると市民からの寄付も受けるようになり、翌1972年3月には経営問題が未解決のまま再開館した。同年6月には地元出身者が経営する佐藤昭治が負債1億4000万円を含めて、 経営を引き継いだ。それでも経営は上向かず、1976年10月29日の酒田大火の日には、強風と高波により当館は大きな被害を受け、さらに日本経済が安定成長期に入ったため入館者数は長期低落傾向を示した。同じ日本海側にあり競合相手の新潟市立、新潟水族館が1990年に、 マリンピア日本海として移転をオープンし、さらに大型化して注目される中、打開策としてバブル景気機から計画し、多額の資金を投じて1993年に実現した人気のラッコの飼育、展示でさえ、低落傾向を止めることができず、かえって負債を増やす結果になった。1997年度には、過去最低の入館者数、92,183人となったが、 産後の水槽で偶然クラゲが発生すると、それを見逃さずに展示に結びつけるセレンディピティがあり、ここから反転構成が始まった。クラゲに特化した展示や商品開発をすることで、年度あたり10万人の入館者数に戻し、2000年にはクラゲ展示種類数日本一となった。クラゲアイスクリームしかしその後、3ヶ月連続で入館者数が減少。ここで、 遠洋漁業の元船長から、クラゲが美味しいことを聞いた館長が、クラゲを食べる会の企画を立ち上げた。関連商品やイベントは、客をお笑いさせることを起こし、クラゲを、しゃぶしゃぶや握り寿司にしたほか、ナタデココフクラゲココなど10種類を用意したところ、マスコミが報道してくれ、客足が増加に転じた。また、館内に、クラゲレストランを開業し、クラゲ定食を呼び、 クラゲラーメンを提供したところ、従前の4倍以上の売り上げを達成した。2001年3月23日に日本クラウンから全国発売された DVD クラゲの神秘アルファー配置 f の揺らぎでは、クラゲ干渉とリラックスやヒーリングとの関係が示唆される題名であり、その後に発売されたクラゲ関連 DVD も同様の傾向を見せた。 マスコミが取り上げる当館のクラゲの訴求力も、クラゲを食べるという色物の、食から、次第に、癒しへと移っていくことになる。競合相手の秋田県立賀水族館が、建て替えのため一時閉館した2002年、市が買い戻して35年ぶりに、鶴岡市立鴨水族館に、名称復帰した。2005年にクラゲ展示種類数世界一となった。同年から、 日本大学生物資源科学部において、クラゲのヒーリング効果の科学的な検証がなされた。この頃から、当館の客層が、従前のファミリー層や、高齢者中心から、女性やカップルにまで広がる現象が見られた。またこの頃から、全国の水族館でもクラゲ展示に力を入れる例が、増加し、競合相手が、全国各地に現れることになった。 中国の水族館までも視察に来たが、クラゲの飼育、繁殖は、資本力に比例するものではなく様々なノウハウがある。ため、当館の競争力は維持された。2008年には、日本動物園水族館協会より、第22回、小賀賞を受賞。さらに同年、下村治が、ノーベル化学賞を受賞した際には、その研究対象となった、オアンクランゲを展示しているのが、 日本国内では当館しかなかったため全国的に注目されて多くの入館者が訪れる幸運も得た。2009年度には入館者数が1968年度の21万7372人を超えた。競合相手の秋田県立小賀水族館や新潟市立新潟水族館は自治体からの補助を受けて運営されているが、当館は市からの補助金なしで運営し、 黒字から1億2000万円をしに寄付した。半世紀使用した旧館から東隣に新館を建設して2014年6月1日に移転、開館した。開館は山形デスティネーションキャンペーンに間に合わせることができたが、旧館を解体して駐車場にする工事については東日本大震災に伴う復興特需や消費税増税に伴う駆け込み需要により、 後期が伸び、新館開館には間に合わなかった。新館は、鉄筋コンクリート地上3階だけで、延べ床面積が約4000平方メートルと旧館の約2.5倍となり、クラネタリウムも4倍規模になった。総工費約30億円のうち、約27億円が合併特例債であり、その1、3にあたる9億円分をミニ公募債で調達することとして、 一回目の募集の3億円分を、カモ水族館クラゲドリームサイトして発行したところ、発売20分で完売するほどの盛況を見せた。2014年6月1日の新館への移転開業からの1年間の入館者数を、鶴岡市は年間30万人、同館館長の個人的な予想では50万人と見込んでいたが、83万5796人を数え、 クラゲ特化が始まった年のそれの9倍以上に上った。1968年から館長を務め、経営危機器の際にも未然を切り、クラゲ特化の先導もした村上達夫が2015年3月で退任。独自のクラゲ飼育技術を開発して、当館を世界一に導いた奥泉和也副館長が公認として昇格した。 旧館水倉毛荒崎の岬の基部において旧館から新館に移転。100、000200、000300、000400、000500、000600、000700、000800、0001995 000年度、2 0 0千五二5 2010、2015個のほか、もう、しませんから。では、オリジナル商品を漫画の中で取り上げられ、 ライトノベルの楽しい書き方第7巻では、当館でクイズ大会が行われ、主人公たちが参加するのが取り上げられた。またテレビ東京、日経スペシャルガイアの夜明けでも数回取り上げられている。ありがとうございます。